Thank you.
Thank you.
まで来れば安心だね。しかしまだみんな帰ってないみたいだ。ちょっと休もうか。ちょっと待ちや。自分誰？え？役人やないみたいやけど、なんでこの場所知ったんや？君こそ誰？ここで何してるの？何って、うちここに住んでんねんで。まあ、勝手に住みついとんねんけどね。そうだったの。ごめん、僕知らなかったからさ。まあ、役人やないんやったら、別に構えへんねんけどね。あ、ルカ君、なんだか騒ぎになってるみたいだけど。あ、ちょっとルカ、いるの？兵士がうろついてんじゃない？あんた、ひょっとして実家に顔出したんじゃないでしょうね？どうしたの、イリア、そんな大声で。アンジュは黙ってて。ルカ、あんたの行動がみんなの迷惑になってんのよ。どう始末つけてくれんの？ごめん。ごめん、じゃないでしょ！そんなことじゃねえ！ルカは悪くないと思うな、しかし。ほら、コーダもこう言ってるじゃない。謝って済むと思ってんの？バカバカ、もう！イリア怒りすぎよ。どうしたの？ああ、もう、自分声大きいな。ほんま耳キーンってなっとるわ。誰？あんた。自分こそ誰やっちゅうねん。まあ、ええわ。兵士に追われとんやったら、ちょっとこ、でも、迷惑じゃ。気にせんでええよ。ほな、ちょっと奥おいで。へえ、そんな理由で逃げてんの。偉かったなぁ。ここはどういうところなの？あ、ここは孤児院みたいなとこかな。聖職に就く身としては。少し納得できない状況ね。本当に孤児院なの？
けどな。しゃあないやん。戦争やなんやかやで、施設がいっぱいやもん。子供で溢れかえって食料不足やねん。さやから、毎日のように奪い合いの大喧嘩しよんねんで。うちらみたいな子は、ああいうとこではまともに飯食われへん。下手したら死んでもらうわ。じゃあ、あんた何やって食べてんの？そりゃよう言われへんわ。だって怒りよるやろ。うち怖い人苦手やね。悪いことをしてるのね。ダメなのよ。そんなん分かってんねん。でも、生きていくためにはしゃあないやろ。だってな、うちらみたいな子供は、まともな方法で金稼げへんもん。だからって、こんな暮らしはないでしょ？不衛生な場所にいたら病気になっちゃう。病院に行くお金ないでしょうに。姉ちゃん、それきついわ。うちらかて、ここが気に入って住んでんやないねんで。ここで隠れ住む以外に、どないして生きていったらええんか分かれへんねんもん。そんな怒らんといてや。うち、悲しい。エリア変よ。カリカリしすぎ。悪かったってば。ちょっと、また頭痛がしてって。うわぁ！俺の隠れ家がこんなになってる。なんや、自分やったんか。ここ場所作ってくれた。ありがたく使わせてもろてるで。誰だよ、このちっちゃい子は。あんたはうすらでかいなぁ。うちは、エルマーナ言うねん。さっき、このルカ言う人に話は聞いた。あんたら、取引せへん？取引相手として信用を受けんな。だが、一応話は聞こう。あんな、うちら、情報収集はお手のもんやね。必要な情報、拾っといてあげるわ。その代わり？自分、話早いなぁ。鍾乳洞の奥に、金目のもんがあるっちゅう話やね。それ取ってきてもらえへん？金目のものって、宝石とか？宝石なぁ。ええー、なぁ。女の子の憧れやね。でもそんなんちゃうねん。綺麗な地下水と湿気で生える、長寿の霊薬とか、なんかそんなキノコがあるらしいんやわ。キノコ？キノコって、あの？他にどんなキノコあんねん。そうそう、そりゃ、多分。なんかめっさ高い値段で売れよんねんて。めっさ。それあったら、もうちょっとマシな暮らしできんねん。ほら、悪いことせんでええような暮らし。どうする？このガキの言う情報の精度がまるで当てにならないが。やってあげましょう、リカルトさん。みんなも構わない？ただ働きはごめん、こうむりたいな。あら、あなたの雇い主が誰だか、どうすれば思い出していただけます？仕方ない。じゃあ、エルマーナ、取引成立ね。
の奥から鍾乳洞につながってんねんで。マジかよ、俺気がつかなかったぜ。あかんな兄ちゃん、観察力不足やで。案内するからついてき。位置につけ。ご機嫌に感謝します。